FM 宮崎騙しのスケジュール。仕事中もずっとお菓子ばっかり食っている精打ち系女子の顔面にびっしりと円周率を30万桁まで書き込んだ後、鼻の穴にミツバチを侵入させて鍋でグツグツと煮込んだ後、室伏工事に頼んで牧場に向かって思いっきりリフトの原型ねえよ。FM 宮崎騙しのスケジュール。甘いものは別腹とか抜かすホルスタイン系女子の額の皮を剥ぎ取り息のいいイカを鼻の穴に突っ込んだ後、スピルバーグの元に着払いでリフトに元気ねえよ。宮崎ラジオ騙しやすけし、月決め駐車場の俺、ごめんなさい、月決駐車場の俺が借りているスペースで猫が寝ていたので抱っこして移動させようとしたら、シャーと言って威嚇してきやがったので、しょうがなく別の有料駐車場に車をリフトオフそして替えのパンツリフトオフ、そう飛び見たら猫にシャーって言われて情けお前優しさじゃない、情けないわ本当に。なんだこれ。上宮崎騙しやすくし、ゲーセンで格闘ゲームをしていたら乱入してきて俺のキャラをボコボコにしやがった小学生男子を金属バットを持って裏路地に呼び出したら、友達を2人も連れてきやがったので、俺の両手と両膝、そして額を地面にリフトオフそれでも許してくれそうになかったから財布から福沢諭吉さん3枚取り出し、ガキどもにリフト悲しい、怖いですからね小学生ね。あ、今の小学生怖いですね。ラジオ騙しやすけし FM 宮崎。長い間ずっと見ていなかった中学時代の卒業アルバムとか、お前らよく見るな長い間ずっと見ていなかった中学時代の卒業アルバムをようやく見る決心がついたので本を開いたら、集合写真で最前列にしっかりと俺が写っているのにもかかわらず、なぜか欠席扱いされていて、右上にも俺の顔がリフトオフその事実に耐えられなくなり、そっとページをリフトオフ辛いよ、いるのにいやー辛い。ラジオネームパブリチェンコあと辛い辛いって言ってくる、俺こんな思い出ないから別にそんな俺こういう人の代表じゃないことを覚えていてよ。そうなんですか。ラジオって意外とこういうこと分かるっていうさ、パーソナリティの人いるけど、俺別にこんなことじゃないからねそのアリオさんのそういう人柄に集まってくれてないの。そういうことじゃない、こういう人たちが。俺も全然部活してましたし、ちゃんとあの活動しておりましたけどそういうあれはないです。断っとく。 FM 宮崎騙しやすけし、公園でブランコをこぎながら可愛い女の子が住んでいるマンションを観察していたら、突然幼稚園児の軍団が俺の周囲を囲んで、そこをどけじゃないと撃つぞという一言とともに、内ポケットから黒塗りの拳銃リフトオフどうせおもちゃだろうと思いつつも、もしもという可能性もあるし、公園の遊具はクソガキどものものなので、うん、素直にブランコからリフトオフしたにもかかわらず、クソガキの一人が引き金を引いて黒塗りの拳銃から水が俺の股間めがけてリフトオフ、うん、そそくさと逃げつつ、ズボンとパンツが水鉄砲から発射された水の量よりもはるかに濡れているのに気づきやれやれだぜという一言リフトオフいやいややれやれじゃないよ水鉄砲から発射された水の量よりはるかに濡れていたらこれは問題ですよそうですねやれやれだぜじゃないんだよ、やれやれじゃないよラスト FM 宮崎騙しやすけし、かなり暇でオナニーも7発目はさすがにきつかったので小学生の頃に理科の実験で作ったスライムを作ろうと思い立ち、ネットでスライム作り方のワードで検索リフトオフ、うん、昔思い出しながらスライム作成に取り掛かろうとしたら、過去の記憶がフラッシュバックして体中に謎の発疹が浮かび、意識がリフトオフする中、小学生時代のあだ名が靴下なめろうだったことを思い出し、好きだったこの靴下を盗んで舐めていた頃を思い出し、反勃起しながら俺の人生に幕がリフトオフ死んだの
死んだのその人。以上です。ラジオの騙し屋スケシン FM 宮崎11歳7月7日好きな子の靴下をゲットすることに成功する。今夜は眠れない夜になる。7月8日学校でみんなの俺を見る目がなぜかひどい。7月9日みんな何かに気づいたようだ。皆が陰で俺のことを靴下盗み野郎と言っているのを聞く10月11日転入先の学校は可愛い子が多かった。過去のことはもう忘れよう。12歳7月7日誕生日。ダメだと分かっていたがつい好きな女の子の靴下を盗んでしまった。7月8日クラスの皆が俺のことを無視し始めた。24歳実家から届いた数十冊に及ぶ昔の日記。もう辛い過去は思い出したくない。俺は大人になったんだ。忌々しい自分の過去とともに全ての日記をゴミ箱へリフトオフ。ついでに使用済みのストッキングもゴミ箱へリフトオフ。変わってね。壮大なストーリー絶対それ系出てくるね。そう、先週ほらなんだっけ洗濯機の水を飲み干すとか風呂の水とか共感するやつばっかりですよね。共感、いやだから女が絶対笑わないネタが絶対出てくるよね。生ジャズケーションの1枚あげておきます。ゲーセンで格闘ゲームをしていたら乱入してきて俺のキャラをボコボコにしやがった小学生男子を金属バットを持って裏路地に呼び出したら、友達を2人も連れてきやがったので俺の両手と両膝そして額を地面にリフトオフ。それでも許してくれそうになかったから財布から福沢諭吉さん3枚取り出しガキどもにリフトオフ。悲しいですからね小学生ね。ああ今の小学生怖いですね。大丈夫。ダマシアスケーシン FM 宮崎。長い間ずっと見ていなかった中学時代の卒業アルバムとかお前らよく見るな。長い間ずっと見ていなかった中学時代の卒業アルバムをようやく見る決心がついたので本を開いたら集合写真で最前列にしっかりと俺が写っているのにもかかわらずなぜか欠席扱いされていて右上にも俺の顔がリフトオフ。その事実に耐えられなくなりそっとページをリフトオフ。つらいよいるのに。つらい。ラジオネームパブリチェンコ。あとつらいつらいって言ってくる。俺こんな思い出ないから別にそんな俺こういう人の代表じゃないことを覚えておいて。え、そうなんですか。ラジオって意外とこういうこと分かるっていうさパーソナリティの人いるけど、俺別にこんなことじゃないからね。え、その有吉さんのそういう人柄に集まってくるじゃないの。そういうことじゃない。こういう人たちが俺も全然部活してましたし、ちゃんと活動しておりましたけど、そういうはないです。断っとく。FM 宮崎だましやすけし。公園でブランコをこぎながら可愛い女の子が住んでいるマンションを観察していたら突然幼稚園児の軍団が俺の周囲を囲んで、そこをどけじゃないと撃つぞという一言ともに内ポケットから黒塗りの拳銃リフトオフ。どうせおもちゃだろうと思いつつももしもという可能性もあるし、公園の遊具はクソガキどものものなので素直にブランコからリフトオフしたにもかかわらずクソガキの一人が引き金を引いて黒目の拳銃から水が俺の股間めがけてリフトオフ、そそくさと逃げつつズボンとパンツが水鉄砲から発射された水の量よりもはるかに濡れているのに気づきやれやれだぜという一言リフトオフ。いやいややれやれじゃないよ。水鉄砲から発射された水の量よりはるかに濡れていたらこれは問題ですよ。そうですね。やれやれだぜじゃないんだよ。やれやれじゃないよ。ラスト FM 宮崎騙しやすけし。かなり暇でオナニーも7発目はさすがにきつかったので小学生の頃に理科の実験で作ったスライムを小学生ね。ああ今の小学生怖いですね。ラジオ騙しやすけし FM 宮崎。長い間ずっと見ていなかった中学時代の卒業アルバムとかお前らよく見るな。
長い間ずっと見ていなかった中学時代の卒業アルバムをようやく見る決心がついたので本を開いたら、集合写真で最前列にしっかりと俺が写っているのにもかかわらず、なぜか欠席扱いされていて、右上にも俺の顔がリフトオフ。その事実に耐えられなくなり、そっとページをリフトオフ。つらいよ。いるのに。いやー、つらい。ラジオネームパブリチェンコ。あと、つらいつらいって言ってくる。俺こんな思い出ないから、別にそんな俺、俺こういう人の代表じゃないことを覚えておいて。え、そうなんですか？ラジオって意外とこういうこと分かるっていうさ、パーソナリティの人いるけど、俺別にこんなことじゃないからね。え、その、有吉さんの、そういう人柄に集まってくれてないの？全然そういうことじゃない。こういう人たちが。俺も全然部活してましたし、ちゃんと活動しておりましたけど、そういうはないです。断っとく。FM 宮崎騙しやすけし。公園でブランコをこぎながら、可愛い女の子が住んでいるマンションを観察していたら、突然幼稚園児の軍団が俺の周囲を囲んで、そこをどけじゃないと撃つぞという一言ともに、内ポケットから黒塗りの拳銃リフトオフ。どうせおもちゃだろうと思いつつも、もしもという可能性もあるし、公園の遊具はクソガキどものものなので、素直にブランコからリフトオフしたにもかかわらず、クソガキの一人が引き金を引いて、黒塗りの拳銃から水が俺の股間めがけてリフトオフ、そそくさと逃げつつ、ズボンとパンツが水鉄砲から発射された水の量よりもはるかに濡れているのに気づき、やれやれだぜという一言リフトオフ。いやいや、やれやれじゃないよ。水鉄砲から発射された水の量よりはるかに濡れていたら、これは問題ですよ。そうですね。やれやれだぜじゃないんだよ。じゃないよ、やれやれじゃないよ。FM 宮崎騙しやすけし。かなり暇でオナニーも7発目はさすがにきつかったので、小学生の頃に理科の実験で作ったスライムを作ろうと思い立ち、ネットでスライム作り方のワードで検索リフトオフ、昔思い出しながらスライム作成に取り掛かろうとしたら、過去の記憶がフラッシュバックして、体中に謎の発疹が浮かび、意識がリフトオフする中、小学生時代のあだ名が靴下なめろうだったことを思い出し、好きだったこの靴下を盗んで舐めていた頃を思い出し、反勃起しながら俺の人生に幕がリフトオフ。死んだの？死んだの、その人。